赤やピンクなどふんわりとした花をつけた色とりどりのバラ。日田市天ヶ瀬町のローズヒル天ヶ瀬ではおよそ300種類2000株ほどのバラを栽培していて、春と秋の2回花を楽しむことができます。秋のバラは春と比べて気温が低い分、ゆっくりと時間をかけて咲くそうです。今年は暑さの影響か、例年より20日ほど咲き始めが遅く、先週末から見頃を迎えたそうです。入った瞬間にいいバラの香りがして、はい、すごく癒されます。もうこんなところがあるなんてびっくりしました。バラは今月末まで見頃が続くということです。